絶好調に、おはようございます。よし、ではでは、今日も、朝の鴨明さんのお題は、お母さんの好きなところ、もうお母さんの好きなところは、好きなところしかもう、まあ、生きてくれてるだけでもうありがたい感謝ですね。でもう人生のいいところも悪いところも全て学ばせてくれた、もうすごい、なんていうんですかね、人生の指針っていうか、もう反面教師やった頃もあるし、俺の心をズタボロに折ってくれた頃もあるし、今ではもう本当に日々毎日一日一日生きてくれるだけで感謝ですね。で、認知症になった、今でも認知症になった幸せ認知症のなり方をね、教えてくれてるので、もう本当にすごいお母さんには感謝してます。もうね、でもう10年近くなりますよ、認知症になって。で、本当に何も覚えてないけど、俺たちのことだけ覚えてるっていうのがね、いつあんた誰ねって言われてもいい覚悟はしてるんですよね。ただ体操のお兄さんよっつってまあ体操のお兄さんよって言わんでもいいんやけど、ね、息子よって笑顔でね、忘れても笑顔で接する覚悟はしようんやけどね、兄弟息子たちだけは忘れないんでね、息子娘たちだけは忘れないんで、すごいなと思って、ありがたいですね。それはなんかもう奇跡やなと思いますね。今日お母さんお昼何食べたって言ったら覚えてないね、ほんのちょっと前のことでももう覚えてないぐらいの記憶力なのに、子供たちのことは忘れないって、もう神ですね、神。そう、そんなお題でしたよ。で、前後の人のね、コメントがまた、それがまた素晴らしいぐらいお母さんの愛を感じれる文章で、いやーすごいですね。やっぱ皆さんの文章力は、なんか自己肯定感を上げる文章力はね、本当にいつ見てもすごいなと思う俺はもうとにかくもう3行ぐらいで終わらせたいんでね、もう長く書けんのやけど、あんなうまく、なんかもう愛情が感じれる文章を書けるって、やっぱ皆さんすごいなと思いますね。で、昨日お母さんのはもうそんなもん、そんなくらいですで、昨日はね、ちょっと教室がね、公民館でね、80前後の人たちの運動指導の教室をしてるんですね。で、ちょっと日頃行かない、日頃行かないっていうか、違う教室の先生に頼まれて、まあ、違う教室に行って、でそこは最近入ってきた人たちもいて、とにかくね、もうやっぱ今の現実社会、わからないまま体が悪くなってる人が本当に多いんですね。ほんで病院に行って、で病院、もうこれは病院批判ではないです、今の現状を言うだけなんでね、もうやっぱり治す治療じゃないんですよね。やっぱりごまかしてる薬と、対症療法、対症療法、もう今目の前の病状をごまかしてるだけの治療なんですよね。薬でそこら辺を停滞させて、数値的になんか合わせてるだけなんですよね。元のものが改善してるわけではないんですよね。で、その元のものを改善させる方法っていうか、治療っていうか改善方法を病院は言ってるんですよ。言ってるけど、本人がやっぱそう改善しないんですよね。もうほんと最近あったのはもうね、数値的に異常が出て、でも次行ったら、これは絶対言ってると思うんですよ。食べ物がね、
食べ物を改善してくださいって言ってるはずなんやけど、最後に先生もその患者さんを安心させるために、まあでもそんな大したことはないですよと、うん、やっぱ言いますよね。俺も言うと思うんですよ。でその言葉がすごい、いやもう先生が大したことないって言ったから、で、あの人間ってね、もう本当に自分の都合のいいように解釈する生き物なんやなと思って、あーいやもうほんで悪くなってどんどん悪化していって、いろんな症状が出だした時にね、いやわかんないんですって、いやもうこれはねすごいなと思ってね、まあこれを改善するためにもう一生この仕事をやってるんですけどね、うん、もう本当適度な運動と適度な食事とバランスの良い考え方、うん、俺みたいにもうプラス思考一辺倒なのはやっぱ人を指導したり人をねこうやって教室持ったりするとやっぱちょっとプラス思考一辺倒じゃないと負の要素にこう付き合ってたらやっぱどうしてもね陰と陽のバランスが崩れるので、僕はもう陽ばっかり言ってたらいいんですよ。周りがもう陰なんでね、そのバランスですね。で普通の人が幸せに生きるためにはその陰と陽のバランスがね、うん、そうね、まあでも陽に陰と陽、陽の方におっちょかんと、もう周りがとにかく現実社会陰が多いですからね、テレビ見ててもメディアが特に一番そうですね、うん、メディアもやっぱバランス取って陰と陽をよく使ってるな、暗い話した後に美味しい美味しく美味しいね、いろんなとこ行って美味しいものを食べたりとか美味しいものを作ったりする番組があって、でもそれもそれ見て食欲が出てね、体が、今の生活習慣病になっていってるっていうのもあるけ、あまあまあごめんなさい本当に今個人個人がしっかりしとかないといつの間にか体がね、どんな、いいことを言って知識があって、うわこの人はすごいなっていう人でもぽっちゃり太ってたりするとねいやその人はそんないっぱい食べてはないんですよ、食べてはないけどやっぱ質が高いけ、カロリーが高いけやっぱ太りますよね、今の食生活ね。だから本当に思うね、こう健康食品やってる人たち見てもね、自分をコントロールできてない人たち見ると、まあ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 ってね、はい、だから俺の周りは結構ねコントロールできてると思うんですよ。そんな見た目がそこまでいってる人はいないんでね、もう見た目ですよ、なんか見えないところについてるんですとか言っても見えないですもん、そんな、うん、そこら辺はもうね許容範囲じゃないんでしょうか。服着て見た目がすっきりしててね普通だったら、でその人が自分が満足するような体型ってやっぱなかなか、俺はもうめっちゃ満足してますけどね今のこの52歳、俺51なんやろか52なんやろか、なんかそこら辺があやふやなんですよねいつもあれ51やったっけ52やったっけみたいな、まあまあその年代からすると全然 OK な体型をしてるので、でもう本当に教室を見ててもね、でもうちょっと痩せたいんですっていう人はだって痩せれない食生活してますもんそれだけはもう俺は一緒に暮らしてないしね、もうその私生活のことまではできないんでね、どうにもね、ただ、まあ、まあまあまあま
まあでも俺も食べてるもんな、うん、食べてるけどやっぱ調整してますからね、食べてる分。はい、そんな感じなん、うん、ちょっとこう分からないままね、体を悪くしてる人たち、今運動し始めた人たちってね、やっぱあこんだけ運動を何年もしてる人と運動してない人の認識っていうか意識の差ってこんだけあるんやなっていうのは、やっぱ思いますね。そう、そんな感じ。昼間はね、で夕方からね、孫の一作君は昨日も頑張ってましたね、何もせんけど追ってなんかニコニコして楽しんで、ホップステップジャンプっていうね、体操教室で、和んでたので、まあ、夜の教室も昨日はね、ちょっと体験の人が2人来て、まあまあ今言ったようなことですね。その人たちはまだ年齢が若いので、うん、これから今からちゃんとそうやって適度な運動してね、いい情報をいっぱい取り入れていけば、そのね、今80代ぐらいでもう分からないままね、大変な体になってる人たちにはならないですよね。だから予防医学、やっぱ予防していかないとですね、一人でもね、多く自分の足で健康に生きていける人たちを増やしていかないとね。はい、そんな昨日もまあまあまったり幸せな一日でしたね。はい、今日のひとりさんの言葉は、いつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対起きない。笑顔は幸せ行きのパスポートだから、笑顔の人は不幸せな方には行けないようになっているんです。逆にしかめっ面している人は不幸行きのパスポートを持っているから、どんなことしても幸せにはなれないんですよ。でもあなたは大丈夫ですよ。その笑顔なら最高に幸せなところに行けますよ。はい、素晴らしいね。はい、笑顔は幸せ行きのパスポートです。で、俺が笑顔でいると周りの人も幸せ行きの電車に乗ってますね。俺が出してる笑顔分、周りも笑顔になるので、で本当にもう苦手な人でさえ、その人の前で笑顔でいると、その人はとりあえず笑顔ですからねはい、じゃあそんな感じで、今日はなんでよかったねって笑おうかな。うん、そうね、うん、まあ昨日はもう これはちょっとマニアックやけど、ね、今から体の改善が始まる人たちに、昨日は数人会えてね、その人たちにその適度な運動と、まあ、適度な食事はまだ言ってないです。もう食事はもうだいぶ慣れて、もう俺の話を聞いてくれ出したぐらいに言わないと、食事のことを言うとみんな拒絶反応を起こすんでね。もうほんと運動はまだいいんですよ。だって運動にしに来てるからね。運動をして体を改善しようっていう意識で来てるから、まだ運動の話は聞いてくれるんやけど、うん、でまあ笑いヨガっていうのをやってるのでね、それもお笑い体操教室っていう名前なので、まあ、そこも笑うんだよなと思ってきてるので、ただ食事だけは言われるっていう、ね、認識がないまま来るので、まあ、食事はあとですね。でも、健康になる話がね、昨日もできましたね。聞いてくれてありがとうですじゃあ人が健康にできる、健康になれるね、仕事ができてよかったね。はい、ほほははは、ほほ、ははは、イエーイ、いいぞ、いいぞ、イエーイ。よし、人が健康になれる仕事、サムネは何にしよう。そんな感じですな。人が健康になれる転職でよかったね、みたいなね。はい、じゃあ、まあ、
大丈夫って10回言う。大丈夫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 15分も喋ってるなこら。ついなんとかなるって10回言う。なんとかなる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 。ついてるって10回言う。ついてる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 。よし、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。2倍速で見てください。よっしゃ、終わろう。じゃあ、ついてる笑顔で、にゃ、プチ。